家族を殺した。どうしたらいいのかわからなかった。これからどうしたらいい。助けてくれ。どうしたの、そんなぼ すぐヒーローか警察か誰か来るからね。それこそ迷子などより緊急性の高いトラブルが。あの時もし誰か手を差し伸べてくれてたら。君自身にもコントロールできないほどの破壊衝動を抱えている。我慢なんかしなくていい。それは決してダメなことじゃない。心のままに動けばいい。恐れるな。君の中にあるものが何より大切なんだよ。僕を殴ったあの二人を殺したい。抑えられないんだ。あ？食アリーナなんか用か。破壊を貪る恐怖の象徴。吐き気がする。何をしても許される気がする。プレゼント。君の門出を祝福してくれたあの二人の手。記念すべき日の思い出を忘れぬようにね。君の姿を。死柄木弔。死を悲しみ別れを告げること。死柄木は私の名字。お母さんたちが崩れゆくのを見て心が軽くなった。未来なんかいらないんだ。こんなものも全ていらないのはずなのに。振り切る前に壊せばそこまででもないな。私の力は手段である。私は恐怖も力に変える。なぜストレスが引いてしまうのか。デトネラット射金星負荷増幅高圧機構 150% だ。ああそう。ドクター、聞いてんだろ。転送頼む。マキアヤバすぎ。みんな死んじまう。ポンポン使ってただろうが。第三者に居場所が知られとる者と濃い付き合いをするつもりはない。オールフォーワンの光景なんだろ。だからこそ追い込む必要がある。有効範囲以外に出れば。全身壊れる前に切り離したんだな。お前が喧嘩売ったからだよな。この仕組みです。これ以上は無駄な死だ。見えてしまった。この青年が輝いて見えてしまった。君の言う通り、喧嘩を売って負けた。やるならやれ。異能解放軍は航空デトネラットの社長だから金あるよな。平穏な町を襲った悲劇。事態を把握したヒーローたちが遅れて合流の犠牲を出しながらも、しかし事件は多くの謎を残したままとなる。何もしてなかっただろう。はは、抜かせ。トガちゃんごめんな。私が生きてるので嫌です。人の嫌がることはやめましょう。時間だ、来い。
うるせえ、まだ寿司食ってるでしょうが。トガのコートもすべてうちからの提供であってだな。ああ、最高使徒リー・デストロがお決めになられた方たちです。ようこそ集まってくれた解放戦士諸君。解放軍は生まれ変わる。トムヤ君、お手手全部。連合の存在は障壁であると私はあの日まで。血に囚われ、教えに縛られた私は、この死柄木トムヤこそが真の解放者であると、あそこで真の解放を見た。これは幸福ではない。死柄木トムヤを最高指導者とし、再臨を果たす。人は融合し、新たな名を冠する。いかいかに。わは私、リー・デストロと頂上解放戦線、この9名を行動隊長に任命し、傾向別に部隊編成を行う。好きにやろ。何かお飲み物でも。失せろ。よろ、失せるぞ、トランペット。頂上解放戦線、仰々しい名前じゃの。あんたの言ってた最低限の格はついたと思うぜ。うん、約束通り。力を授けよう。